お遍路の起源、右衛門三郎物語。私は仏教研究家、仏教ナビゲーターのゆりです。私は京都の宇治市に住んでいます。宇治には10年間で1000人以上の赤ちゃんの命を守っている救命センター、命を守る親の会があります。救命センターには京都光明慈像院が併設されています。こちらは併設の京都光明慈像院です。京都光明慈像院の主幹大隈先生に聞いたお話を皆さんにお伝えします。大隈先生、参拝すると心が洗われますね。ふと横を見たときに、あ、これは文字や。仏教知人の坂村珍民先生の記号ですね。はい、そうです。坂村珍民先生は日本を代表する仏教知人です。一辺の生き方に共感し、癒しの知人と言われます。また、全国の念ずれば花開くという詩碑で知られています。私は高校時代、坂村珍民先生と交流があって、先生のお家でいただいたのです。わあ、素敵。その時お聞きしたのですが、四国は88箇所のお寺が年中のように取り囲んでいる聖地なんだよと、坂村珍民先生が話してくださったのです。ああ、そうなんですか。ところでゆりさんは88箇所の起源はご存知ですか？88箇所の起源？そうです。これは地元に伝わる話で、河野右衛門三郎という人が88箇所巡礼お遍路の起源なのです。その時の話は、衝撃的でした。空海、対岸衆生再度。空海は広く世の人を救わんと対岸し、あらゆる塾を乗り越えて四国の各地を暗躍していました。空海が伊予の国、現在の愛媛県に来たとき、小作に伏せが何を抜かす。右衛門三郎は強欲非道の豪農でした。米を出せ、もっともっと出せ。お許しよ、わしらの食べる場がなくなってしまう。その時、みすぼらしい見なりの僧侶がやってきて、右衛門三郎の屋敷の前で告発しました。右衛門三郎はみすぼらしい僧侶を追い返しましたが、僧侶は次の日も来ました。そして、その次の日も来ました。クソ坊主、こりずにまたくだが、汚いクソ坊主、出て行け。お前なんぞにある米はねえんで、汚いクソ坊主、うりゃこれでもこれ。はっ、蜂は八つに割れてしまいました。あ、右衛門三郎の8人の子は、その翌日から次々と頭痛を訴えて倒れ、8日間で全員亡くなってしまいました。おお、右
門三郎が悲痛と絶望で打ちひしがれ眠っていると、その夜枕元に様になんということ。レモン三郎は財産をすべて家人に譲りました。お大様に会って頭を下げるまでは家に帰らないと決心してお遍路に出ました。レモン三郎は8年かけて20回回りましたが、お大師様には会えませんでした。それでエモンサブロは逆回りをすることにしました。エモンサブロは長山寺のふもとで力尽き、雪倒れになりました。その時、倒れたエモンサブロの前に、お大師様が、エモンサブロを、のところによく来たな。お大師様、申し訳ございませんでした。エモン三郎は寿命だったのでしょうか、衰弱してまさにこと切れようとっていました。エモン三郎、何か望みはないか。もし生まれ変わることができるなら、本家に生まれ人を助けたい。それを聞くと空海は近くにあった小石に右衛門三郎を再来と書き、右衛門三郎に握らせました。右衛門三郎は手のひらの位置を見て、よかったと言って息絶えました。その後、河野家の本家にかわいい男の赤ちゃんが生まれました。その子はなかなか手を開こうとしませんでした。それで安養寺というお寺で祈祷をしてもらいました。手のひらから、なんと、右衛門三郎再来という字が書かれた石が出てきたそうです。その話は衝撃的でした。大隈先生、人を幸せにするために生まれ変わりたいと右衛門三郎は願い、河野家の本家に生まれ変わって多くの人を幸せにしたのですね。生まれ変わりの繰り返しの中で、人間は何のために生きているのかを悟ったのですよね。でも三郎は。そうですね。それならば、これは悲しいお話ではなく、ハッピーエンド、よかったね、というお話になりますね。うん。すごい。すごい。人は人を幸せにするために生まれてくるのである。人は自ら輝くことで人を無限に照らす。この右衛門三郎の伝承は平等招致をテーマに語り継がれています。命はことごとく平等で限りなく尊いという真理を伝えたもので、差別心を戒めたお話です。全ては光る、光らないものは人としてない。人民京都光明会館命を守る親の会本部は
JR 宇治駅から徒歩6分、ぜひ一度ご予約の上お越しください。妊娠問題でお悩みの方はどうぞご相談ください。どうぞご覧ください。四国88箇所巡礼お遍路されるときはどうぞお使いください。最後までご覧くださりありがとうございました。